今週の格言。成功する戦士はレーザーのような集中力を身につけたごく普通の人間である、ブルース・リー。現実主義勇者の王国最盛期、ハウアリアリストパーソナリティレイディオザキングダム、原告ラジオ。原告ラジオ、原告ラジオをお聞きの聴者の皆さん、こんにちは。パーソナリティ相馬和也役、小林雄介です。そして今回はゲストの方がいらっしゃっています。この方です。自己紹介お願いします。はい、原告ラジオをお聞きの聴者の皆さん、はじめまして、アイーシャ・ウドガルド役、長谷川郁美です。ようこそ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、こちらのラジオなんと日本撮りになっております関係で、前回に引き続きもう一人のパーソナリティ、香原萌ちゃんは体調不良でお休みを取らせていただいております。そして音質から気づかれている方もいらっしゃるでしょうが、現在の状況を鑑みて、今回は念のため長谷川さんにはリモートでのゲスト出演をお願いしております。あらかじめご了承くださいませ。はい、ということで、まあだいぶ特殊な形になっちゃいましたから、何卒何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごめん、俺テンパりすぎてんな。どうした？何ですか？神々やわかんねえ。私今あの事務所の会議室で撮ってるんですよ。うん、で今本当に一人なんですよ、今部屋に。うんうん、すごいリラックスしちゃって。ハセミさ、そういうとこあるよな。なんでいや、なんか最初に会った頃からね、なんかすごい、はい、あの若いのにすごい肝が座ってて、いや謎の落ち着きを放ってるんだよね君。そんなことないですよ。いやそんなことあるわ。いや私緊張とか伝わらないタイプらしくて。いや緊張してないんだよ。確かに。してねえじゃねえか。まあでもちょっとね、まあ、僕たちの馴れ初めの話をするとさ、はい、実はこの作品が始まる前にもとある作品で、そうなんです、ね、一応一緒になってたんだよね。そうなんですよね。ねえ、でもその作品がなんかちょっとなんかなくなってしまったりなったりして。そうなんですよね。あ、それ言うんですね。でもね、こう久しぶりにこの現場で会った時に、あれ結局どうなったのかね、はあ、何も聞いてないです、うん、忘れようっていうことになった。そうなんです。でもだから本当にあの時とか、私本当にまだ全然そのアニメのレギュラーとかやってたのかやってないかぐらいだったんで、本当にあの時もなんか、え、小林雄介さんとなぜ私みたいな感じだったんですよ。そうだから、まあ時を経てこういう風になんかアニメ作品で一緒にこうメインで出られるのがめちゃくちゃ嬉しいです、うん、いや俺も嬉しいし、 なんか不思議な縁だなっていう風に思ってはいたし、うん、そうなんです。まあでね、まあ、僕らも、まあ、ちょいちょいアフレコ現場で一緒にはなれはしたんだけれども、はい、今回原告の収録って他のキャストさんたちとあまり一緒に撮れなかったじゃない。そうですね。そうだから、まあこのラジオを通じてキャスト間の仲もちょっと深めていきませんという名目のもと、前回ね来ていただいたゲストさんから次のゲストさんにリレー形式でなんか質問をもらうような企画ができちゃったのよ。はいはいはい、そうなので、あの今回ね、ハセミには、前回第7幕のゲストの沖津さんから、がっかりダークエルフとか言われていますが、長谷川さんが抱いていたダークエルフのイメージはありますかという質問を仰せつかっております。なるほど。なんか沖津さんが私にその質問してくれてる音源を聞いたんですけど、うん、あの別に聞きたいことないって言ってましたよ。やめろやめろ。やめろ。じゃあ面白くしようと思って沖津さんが言っただけで、そんなことはこれぽっちも思ってないの。そういうことか。ちなみに沖津さんとは面識ってあるの？沖津さんはちょこちょっ、でもそんなにがっつり話したことはないです。あ、じゃあ沖津さんもちょっとあの照れてただけだと思うよ。ダークエルフのイメージ、まあダークじゃなくてもエルフでも構わないけど、正直あんまりいなくて、お前も大概やぞ。いや、なんかあんまり多分そういうエルフとかみたいな、そういうのに触れてきてないかもしれないです。私が今までこう昔とか見てた作品とかでも、うん、あんまりジャンル的にそんなに触れてこなかったからか、うん、あんまりそうこういう固定概念みたいなのは、うん、結構なかったですね最初。え、じゃあもうアイーシャがダークエルフの第一印象っていうことになっちゃうわけ？そういうこと。うわー、がっかりだ。それは非常にがっかりな答えだ。まあでもなんかダークエルフっていうなんか響き的に、うん、あ、なんかかっこよさそうだなと思いました。おうおう、いい、そういうの、そういうのだよ。
ね、はい、出てきた時もかっこよかったんですけどね。ね、え、あ、まあ、じゃあ、まあ、とりあえずダークエルフはかっこいいというイメージだったということで。はい、かっこいいという第一印象がありました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さて、この原告ラジオは、僕たちパーソナリティが勇者としてリスナー聴者の皆さんとアニメ現実主義勇者の王国再建記について語っていこう、そしてちょっとだけ経済と経営に詳しくなろうというラジオです。それではここからは原告の時間です。現実主義勇者の王国再生記、原告ラジオ第9幕、異世界内政ラジオ開幕です。開幕です。現実主義勇者の王国再生記、原告ラジオ。この番組は原告制作委員会の提供でお送りいたします。エルフリーデン王国修法、こちらはいわゆる普通オタのコーナーです。聴者の皆さんからの普通のお便り、原作やアニメの感想、パーソナリティやゲストの方宛てのメッセージをご紹介します。今週の番組前半は、今回の話題はまずはアニメ第7話について。こちら原告ネームサラマンダーの卵かけご飯さんからいただきました。ありがとうございます。原告は、原告は、え、初めて聞いたな。あ、初めて、うん、うん、流行らせないぞ俺は。馴染みのじゃないんだ。違うんだな。こんにちは。こんにちは。はい、アニメ7話の感想です。前半は原告では案外今までなかった異世界ダンジョンのエピソード、そして後半は港の建設がテーマでしたね。頭の良さそうなイケメン3人が知的な会話をしているのが、刺さったのは私だけではないでしょう。それにしても原告ってもっと固いお話なのかと思っていたのですが、すいません、原作未読です。かっことじ、結構ラブコメじゃないですか。今回はアイーシャも彼女なりの愛の告白をしていたし、新しく出てくる女性キャラがみんな惚れてしまうなんて、ソーマは公務員になるよりホストになった方が良かったのではないでしょうか。しょうがねえじゃん、王様になれって王様に言われちゃったんだ。確かにしょうがない、ね、でも確かにホストになったら成功するかもしれない。やだ、あんな現実的なホスト。いや、逆にああいうタイプがいないから、うん、なんか、あ、なんかこんな知的な人珍しいってモテるかもしれないですよ。そうかな。だってホストに来る女性ってさ、優しくしてほしいとかそういう人たちじゃないの。あ、確かに、うん、ソーマってあんまり女性に対してそういうのが得意ではないからね。うん、そうですね。あー、そうなんですよ。え、ホストに何を求めますか。ホスト。ホスト、こんなこと言ったらあれだけど本当に興味ないです、うん、正直でよろしい。そうだな、まあ、長谷美がなんか意外とホストなんかこういう人がいいなって言ってたらちょっと違うなとは思うけど、でもこういうタイプこそ行ってみたらハマっちゃうのかもしれないですけどね。はあ、貢ぐ女になっちゃう。意外に、うわ、とんだ浪費癖だそれは。行かないようにしよう。あ、そうしよう。ということで、まあね、前半は、まあ、武蔵坊やとして僕が、あの、操る人たちと、うんうん、異世界、まあ、ダンジョン、探索をするという話でしたけども。いや、なんか面白かったですね、この A パート。うん。なんか、スピンオフじゃないけど、うん、なんかちょっといつもとまた違った、なんか話が見れたなって感じがして、うん、新鮮でした。そうなんだよな。まあ、これぞ異世界転生もの、みたいなのがなんか珍しく出てきた感じがして、うんうんうん、まあ、それもね、あくまでソーマの力をなんか見せるワンシーン的な扱いになっちゃっていたりもしたけど、そうですね、うん、まあ、そして後半は、ベネティーノバ、湾岸都市を建設しようというので動いていたけれども、まあ、そこにいたね、老人の、まあ、昔話だったりとか、まあ、神話によって、うん、まあ、ちょっとここに建てるのはやめようという、そういう起点の利くソーマの考え方だったりとか、それに対してじゃあこうしよう、ああしようっていうね、イケメン3人の会話がありましたけども、うんうんうん、いや、いいね。やっぱさ、前も言ってたんだけど、ソーマがずっと一人で喋って、ふーん、へー、それでみたいなことが、はい、ね、前半は結構多かったから、あ、そこにね、白夜夜が出てきたおかげで話のキャッチボールが、うんうん、知的な会話ができるようになったっていうのが、やっぱ演じていても楽しい部分だったなと思うので、うんうん、うん、あ、なんかそう、一人取り残されてない感があったのが僕はすごく素敵でしたが、うん、ここのなんか解決法っていうか、もう面白かったですよね、うん、この語り継いでいってくださいっていう、うん、そうなんだよな。なんかそこら辺はなんか、ね、こっちの現実世界で会った時のなんか絵本みたいな、うん、そういう形を取り入れてるのがすごく面白いと思いつつ、うんうん、
ね、アイシャはアイシャで急にリーシアからね、ソーマのこと好き、いやめっちゃめっちゃ真後ろにいるんだけどみたいな確かにあんな距離で聞くことないですよね。確かに大胆というか。そう、まあ、でもアイシャも本当になんかいつもまっすぐですっきりした子だから、うんね、スパッと答えてて、うんうんうん、気持ちいいですよね。なんかアイシャの性格って。そうね、まあ多分どうなんだろう、でもアイシャもね女性だから、こう恋愛とかに関しては多少の知識はあるとは思うんだけど、うん、そこら辺をなんか補ってあまりある忠誠心の愛みたいな、うんうんうん、なんかすごいキャラ感が出ててめちゃくちゃ好きだったなと思います、うん、ということで、じゃあここからは続いて、ハセミ宛てのお便りをご紹介しておしゃべりしていきたいと思います。はい、こちら原告ネームモネさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ユッケさん、萌えちゃん、そしてゲストのいくみさん、こんにちは。こんにちは。ゲストのいくみさんにオーディションとアフレコに関する質問です。最近はグループ収録という言葉も耳にするようになりましたが、いくみさんはどなたと一緒にアフレコをされたのでしょうか。またオーディションでがっかりダークエルフっぽさを出すために気をつけたことはありますか。あ、でも収録は、うん、私結構いろんな人と一緒だった気がします。うん、割と毎回違うような。そうね、意外とハセミが一番バランスよく撮ってる気がする。あ、そうかも。まあでも中でも多分多いのはユーリンさんとイノリンな気がしますけど、うんうん、そう、でも毎回違くて、まあ毎回違うっていうのはすごいなんかやってても新鮮だし楽しいんですけど、うん、やっぱりなんだろう、距離は縮まらない。なんで今日今週一緒だけど来週また違う人みたいになっちゃうじゃないですか。そうね、そう、そうするとなかなか、しかもこう収録時間も短かったりとかして、うん、なかなかね喋る時間もなくっていう感じでしたね。そんな中でもさ、ちょっと仲が、親睦が深められたキャストってどなたかいたの？私なんか結構最初割と、うん、いやもういい年して恥ずかしいんですけど若干人見知ってたんですよ。いやそれは俺も傷つくからやめて、俺も人見知りだから。いやなんかどうしたらいいんだろうみたいな感じで現場にいたんですけど、うん、なんかイノリンが話しかけてくれて、うんうんうん、そのなんか普段なんて呼ばれてんのとかそういうこと聞いてくれたところから、うん、やっぱ喋りやすくなりました。やっぱ、うんうん、一人こう喋りやすい人ができるとこう周りにも連鎖してってね、していく感じがするんで、うん、めちゃくちゃ嬉しかったです。めっちゃ感謝してますイノリン。確かに今回の現場でイノリン結構いろんな人と喋ってたイメージがあったから、うんうん、なんかもしかしたらそういうところを気遣ってた部分もあったのかもしれない。多分そうだと思います。すいません、僕がセリフ量多すぎていっぱいいっぱいだったせいで。とんでもない、とんでもない、そんな。で、今回のアイシャに関してはオーディションだったの？あ、オーディションでした、うんうん、あでもオーディションでっていうか、まあそのがっかりダークエルフっぽさは、まあ、アフレコ中もって感じなんですけど、うん、割と難しくてこのがっかりダークエル。でもちゃんとさ、がっかりダークエルフっぽいセリフとか設定っていうのも先に渡されてはいたんだ。オーディションは、うん、まあセリフが何個か載ってて、で、うん、原作の漫画をいただいてたので、うん、そこで読んでてって感じですね、うんうん、だからなんかでも私自身あんまりいじられキャラとかがっかりキャラみたいなのをやることがなかなかなくて、うん、そうなんですよ。だから毎回結構ドキドキしながらアフレコ行ってたんですけど、うん、まあ、そのやってみて思ったのが、うん、ちょっと感覚的にはなっちゃうんですけど、うん、こう同じセリフで同じテンションで同じ言い方をしたとしても、うん、なんかトーンが高いキャラの方がいじられた時のリアクションってなんか派手に大きく見えるなっていう印象を受けて、ちょっとやってみて、うんうん、で私の中でアイシャってちょっと低めのトーンでやらせてもらってるんですよ、うんうん、だからなんか、あ、私が自分で思ってるよりももうちょっと出さないと、うん、多分伝わらないのかなっていうのは最初に思いました。ほう、いじられっていう役割をやることに関して、うん、そう、でも難しいのがその、うん、もう思いっきりギャグ一直線なシーンでもないかったりするじゃないですか。そうなんだよな。そうなんですよ。なんか作品のやっぱ、うん、色とか話の流れとかも加味しつつ、うん、ちょっとどうだろう、これぐらいでどうだろうっていうのも現場に持ってってって感じでしたね。うーん、
そうなんだよ、この作品ね、そう振り切れない時が結構あるんだよね。そうね、まあ、じゃあ同じギャグをたまに担う身としては結構同じような苦難に立たされていたんだなかもしれないです。いや、なんかいい話が聞けた。いや、じゃあもう一ついきましょうか、はい、こちら原告ネームミッシャンさんからいただきました。ありがとうございます。小林さん、香原さん、ゲストの長谷川さん、こんにちは。こんにちは。長谷川さんにお願いがあり、初めてメールを送らせていただきました。はい、はい、私は小林さんのファンなのですが、最近長谷川さんが好きになり、小林さんと長谷川さんの共演を楽しみにしておりました。おう、長谷川さんが小林さんのことを何とお呼びするのか妄想していたのですが、特番で長谷川さんが小林さんのことをユーリンさんと呼ばれているのを見て、思ってたのと違うとなりました。知らんがな。そこでお願いなのですが、ゆうすけさんまたはゆっけさんと一度で構わないので呼んでいただけないでしょうか。オタクな長谷川さんならこのファン心を分かってくださるはず。一オタクのわがままで恐縮ですが、何卒萌えの供給をお願いいたします。なんだこのメール。萌えの供給なんだ。え、伝わんのこれ、ハセミには。あ、でも私もオタクとしては、うん、やっぱりその呼び方っていうのはめちゃくちゃ重要なところではありますね。あ、そうなんだ、うん、なんでユーリンさんはダメなんだろう。それはわかんないです。これはもうミッシャンさんのなんかあるんでしょうね。うん、もうでもユーリンさんって呼ぶのはね、あのイノリンと、そう、まあ、全然関係ないけど大西沙織と、うん、あと小野ゆうきの3人だけのところに、まさかの長谷美も加わって。そう、なんか その時もユーリンさんとイノリンと3人で収録の日で、うん、なんか呼び方の話になり、イノリンが、うん、そうユーリンさんって呼んでるから、じゃあ私もそうしようかなって乗っかったんですけど、うん、ちょっとこれ私もちょっと言いたいことがあって。お、何何。あの、まあそのユーリンさんって呼ぶようになって割と経つじゃないですか。うん、で、なんか今更言うのはあれなんですけど、うん、こんなに経っても慣れない。慣れない。俺はなんて答えればいいんだろう。ユーリンさん呼びがなんか、まあいずれ馴染むかなと思ったんですけど、うん、意外に全然馴染んでこなくて。だって事務所の名前だもん。いや、そうなんですよ。うん、俺がね、ハセミのことプロフィットさんって呼んでるようなものだから、そりゃしっくりこないよ。そらそうだ。本当そうですよね。だから結局他のなんかユーリンさんがいないところでユーリンさんの話をするときは、うん、やっぱ伝わらないと思うから、うん、ユウスケさんって言ったりしてるんですけど、うん、やっぱそういうのが生まれるじゃないですか、うんうん、結局その差が。だからちょっとユーリンさんやめようかなって思っています。すごい、本人を目の前に宣言してくれてありがとう。え、ということはじゃあユーリンさんをやめて何と呼んでくれるんですか。え、それ聞きたいですよ、私が逆に。おいおい。え、俺は下の名前呼びが嬉しいから、うんうん、まあユースケさんがいいし、うん、もうなんだったら全然呼び捨てでも構いませんよ。いや、無理でしょ。くそ、なんで誰もおじゃって言ってくんねんだ。え、後輩でもですか。後輩でも呼び捨てはありなんですか。後輩でも全然呼び捨てはありだし、呼んでくれてる人も中にはいるかな、まあ、キャリアはね同じぐらいだったりもするし、うん、っていう人がいるから全然構わないんだけど、まあそれはね、もしかしたら事務所側がおいとか言うかもしれないから。私が急にゆうすけってそしたらおうおうおうみたいな。俺は構わんがな。世間が許さないと思うんで。え、大丈夫、俺が全力でいいって言ったの俺なんで。いや、でも、まあ、無難にゆうすけさんかな。わかりました。じゃあちょっと改めて、愛しさを込めて僕の名前を呼んでもらってもよろしいですか。ゆうすけさん、ありがとうございます。これはオタクっつうか、ただの俺得だぜ。なんだこれ。嬉しい。はい、ということで以上、番組前半は普通のお便りをご紹介するエルフリーデン王国週報でした。原作やアニメの感想、パーソナリティやゲストの方宛てのメッセージ、投稿よろしくお願いします。現実主義勇者の王国最盛期、原告ラジオ、原告ラジオ。ではここで原告制作委員会からのお知らせ。まずは放送配信情報。
アニメ現実主義勇者の王国再建記は東京 MXBS11 では毎週土曜25時30分から、北海道テレビでは毎週月曜25時50分から、アニマックスでは毎週土曜20時30分から放送中。また FOD で独占配信中です。続いて音楽情報。現実主義勇者の王国再建記オープニングテーマ、水瀬いのりさんのハローホライズン、同じくエンディングテーマ、あゆみさんのカザニアが発売中。どちらもぜひチェックしてください。そしてさらにブルーレイ情報。原告のブルーレイボックスの発売が決定しています。発売日は10月13日水曜日。オリジナルサウンドトラック&挿入歌集特典 CD やキャスト出演パッケージ限定取り下ろし特別番組など豪華特典が満載です。ぜひお見逃しなく。そして原作小説コミックス情報。原作小説現実主義勇者の王国再建記は15巻まで発売中。コミックスは7巻まで発売中です。こちらもぜひチェックしてください。続いてここからはグッズ情報です。フリュー株式会社フェネックスよりリーシア7分の1スケールフィギュアが受注開始。詳細はフェネックス公式ホームページをチェックしてください。続いて原告のオリジナルブロマイドがローソンのマルチコピー機ローソンプリントで発売中です。第1弾はキービジュアルやティザービジュアルに加えて可愛いミニキャライラストなども登場しています。サイズは L 版と 2L 版の2種類。また9月7日より第6話から第10話の場面写が追加予定となります。ぜひチェックしてください。そしてウェブショップキンクリ堂にて原告のアクリルスタンドが発売中です。リーシア、アイーシャ、ジュナ、トモエと台座がセットになった A5 サイズアクリルスタンドセットです。詳しくはキンクリ堂ホームページをご確認ください。現在原告の作品公式応援アカウントが開設中。白猫のミーナが原告の情報や日常を気ままにツイートしています。アカウントは原告アンダーバー PR です。ぜひフォローやリプライをしてみてくださいね。以上、原告制作委員会からのお知らせでした。引き続き原告ラジオをお楽しみください。現実主義勇者の王国再生期原告ラジオ。原告ラジオ。さて番組後半は改革をテーマにした投稿コーナーです。今回のコーナーはこちら、現実主義庁舎の家庭再建記。こちらのコーナーでは家庭の節約術、我が家だけのローカルルールなど庁舎の皆様からの豆知識エピソードなどを募集紹介いたします。またこんなことでお財布がピンチなどのお悩みも同時に募集、パーソナリティが解決してくれるかもしれません、うん、はい、それでは参りましょう。最初は原告ネーム、これはカチョスさんなのかチカラチョスさんなのかリキチョスさんからいただきました。リキチョ、あ、それもあるあ、じゃあリキチョスさんで、はい、ゆうすけさん、もえちゃん、いくみさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。我が家ではよくお粥を炊いて食べています。お粥というと病気の時に食べるイメージがありますが、普段の食事で白米の代わりとしてもとても良いです。お粥は水分が多いので同じ3合分の量でも白米に比べお米を半分しか使いません。なので節約にもダイエットにもなります。優しい味が特徴的で白米とはまた違う美味しさがあります。皆さんは食べ物の置き換えや食に関しての発見など何か実践していることはありますか？おお、なるほどね。お粥にはしないな、さすがに。私お粥ダイエット一瞬やったことありますよ。一瞬？一瞬どうだった？なんか数年前にめっちゃダイエットしてた時期があって、うん、で私一番好きな食べ物が白米なんですよ。だからお米やっぱ良くないじゃないですか、太るじゃないですか。そうだね。だから夜ご飯はちょっとお粥に変えるのいいよって言われたから、うん、お粥にしてみたんですけど、うんうん、お粥をおかわりしてしまうので同じ量食べちゃうってことだ、つまりそうなんです、おかわりしちゃうから全然意味なくてなかなかお茶碗一杯分って難しいじゃないですか、作るの。そうだね食べちゃうから本当にあの私はあんまり個人的にですけどおすすめしないですなんだろうこの溢れ出る愛車感がっかり感がすごいんだよななるほどでも水分が多い分お腹には溜まりそうな気がするけどね。まあでも
当時やっぱ私満腹がなかったんで、うん、じゃあハセミが特殊だったってことかな。そうかも、本当にいつまででも食べれるんですよ、うん、いや本当ハセミ他の現場でもさ、はい、なんかね大体なんか食ってるイメージがあんねえ。そうでもそうなんかすごいスピードで食べてるって言われましたよね。そう食べるのも早いし、うん、食べてるのもなんか毎回食べてる気がするし、いやなんかいいね、いや見てて気持ちがいいけどそういうのは。本当ですか、うん、なんか、でも代わりにさ、なんか置き換えとか食に関しての発見っていうの何かあったりする？なんだろう、やっぱなんかお菓子食べるよりはと思って、うん、あのゼリーとかは置いてたりするかも。うん、でもゼリー食べた後に結局お菓子食べちゃう。なんでわかるんですか？向いてないんですよ多分ダイエットとか。これちょっと詰まっちゃった。そうだね、うん、確かにあのもう食べること立つことによるストレスの方が多そうだから、君は絶食系とかはやめた方がいい。やめます、もう抗わない、うん、もう。でも俺はね、はい、あの白米の代わりに玄米にするようにはしてるかな。おお、うん、ま、体にはいいって聞くし、うんうん、ん、多分太るかどうかも多分白米食べるよりはおそらく減量効果もあるとは思うんだよね。うんうんうん、糖質が低い。あ、糖質が低いのか。そうなんだ、うん、へえ、じゃあいいかもしれない。意外とそう食べてみるとなんか別に癖があるわけでもないし、うんうんうん、そうですよね、うん、そうだからこれは試してみる価値はあるかなと思います。あ、いいですね。ご飯にちょっとだけ混ぜるやつとかもありますね。 あるある、なんかこんにゃく米的なのね。あ、うん、でもあなたがやっても多分倍食べるだけだからやめた方がいいと思います。そうなんですよ、もう分かってますそれは。はい、じゃあ次行きましょう。原告ネームことねさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。小林さん、香原さん、長谷川さん、こんにちは。こんにちは。私はゲームセンターの UFO キャッチャーで景品を取るのが好きなのですが、毎回と言っていいほど持っているお金を全て使い切ってしまいます。取れるまでやらないと今まで使ったお金が無駄になってしまうと思い、ついついお金を入れてしまいます。最近では電子マネーでできるものもあるので、へえ、帰りの交通一切残らず帰れなくなったことがあるほどです。どうしたらやめられると思いますか？すごいなこれ。何、今の UFO キャッチャーって電子マネーでできんの？知らなかったです私も。これは良くないよ。確かに危ないね。そっか、 UFO キャッチャーする？いや、あんまいらないですね。あ、もう俺もたまにやるけど、もうお金先に決めてやるかな。もう500円で3回ぐらいできるから、それで取れなかったらいいや。あと店員さんに言うと意外と取りやすい位置に動かしてくれる店とかもあるから。 ありますね、うん、でもこの人が言ってる感覚さ、多分課金と一緒だよね。確かに。アプリへのゲーム今まで貢いだからもう今更やめられない、うん、あ、でもこの気持ちは分かるな。分かるんだ。確かに無駄になっちゃうと思っちゃうと思います。俺はようやくね、意識を変えることができて、うん、でもこれから使うお金が無駄にならない、他のところに費やせるって思った。あー、確かに、うん、大人。そう、大人になるって悲しいね。なんか割り切れちゃう。いや、なんか私は逆に、うん、そのなんかお金の使い道ってまあ人それぞれじゃないですか、うん、でその人がなんか楽しいとかストレス発散になることって、うんうん、もう多分琴音さんはもしかしたらクレーンゲームなのかもしれないなって思って、なんかそれだったら別に私はいいんじゃないかなとは思ったんですけど、うん、でも交通費が残らないのはまずいから、うん、絶対になんかゲームセンター行くときはもう友達なりなんなり誰か絶対連れてって、うんうん、交通費だけ預けて、もう何があっても私にそれだけは渡さないでって言ってやればいいんじゃないかなって思って。非常に現実的だとは思う。そうそうそうね。でも琴音さんはね、もしそんな風に声をかけて来てくれた友達がいたら、お金よりも何よりもその友達を大事にしてください。確かに宝物ですよ。はい、ということで、まあ、ちなみにハセミの方ではさ、例えばなんか節約術だったり、うん、浪費癖っていうの何かあったりなんかしそうだな。いや、浪費最近、うん、なんか洋服をなんかもう簡単に買っちゃうんですよね。あ、この仕事柄やっぱあの、うん、だいたい衣装って自前じゃないですか。そうだね。そうだから、まあ
なんか急に呼ばれたりしてもいいようにっていう、うんうん、まあ必要だろこれはっていう風に自分を甘やかして、うん、すぐ買っちゃうんですよね。結構買っちゃう。結構昨日も買ったけど、空き時間にフラッと寄って会って買っちゃったりとか。あーでもウィンドウショッピング派。もうなんか時間が空くとやっぱ見に行っちゃうんですよ。へー。でこれっていう目的ないけど見に行って、うん、あって思って買っちゃったり。であと、まあ、さっきも話に出てたけど私オタクなんで、うん、結構そのオタク活動に関してはもう欲しいと思えば買いますね。買いますね。どういうジャンルが好きなんですか？今はアイドルです。へえ。いろいろ通ってきてはいるんですけど。おえ、三次元のアイドル？三次元のアイドルです。へえ。なんかいろいろあるね君。そうですか。おなんか人生楽しそうで羨ましいわ。いやでも確かに推しのいる生活はマジで楽しいです。推しのいる生活一度でいいから行ってみて。ワードだぜ。でもゆうすけさんはそのね、推しになってるわけですから、きっと皆さんのこれを聞いてる、おきっと豊かにしてるんですよ。おそっかそっか、よしみんな俺に貢げ。あ違う違う、あダメだ、俺なんかそういう存在になれねえわ。でも貢ぎたいですからね、オタク側も。そうなの？割となんかでも 何に貢いで、あ現実主義者の王国再建記のブルーレイボックスにぜひ貢いでください。よろしくお願いします。お願いします。もうそこ大事、はい、一番大事なとこですよねそれ。そういや商売上手だな俺。以上今回は現実主義庁舎の家庭再建記をお届けしました。各コーナーへの投稿よろしくお願いします。現実主義勇者の王国再生記原告ラジオ。さて原告ラジオ第9幕、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組ではリスナー聴者の皆さんからのメールをお待ちしております。アニメの感想や出演者へのメッセージ、各コーナー宛ての投稿をお願いいたします。詳しくは番組ページの投稿フォームを参照してください。番組ではメールを読まれた方全員にラジオ番組ロゴのステッカーをプレゼントします。ステッカーを希望される方は投稿される際、投稿フォームのステッカー希望欄にはいとチェック入れてください。またお送り先の郵便番号、ご住所、ご本名、連絡先の電話番号の記入をお忘れなく。原告ラジオはキングアミューズメントクリエイティブ公式 YouTube チャンネルにて配信、毎週金曜日正午配信、次回の配信は9月10日金曜日正午となります。忘れないようにカレンダーにメモしておいてください。金曜お昼は原告ラジオです。そして最後にゲストのお知らせ。前回もお伝えしましたが、次の次の回第11幕にカルラバルガス役、エンディングテーマカザニアを歌うあいみさんが遊びに来てくれます。お楽しみに、そしてお聞き逃しなく。そして長谷美さん、オープニングでおきつさんからの質問に答えていただきましたが、ぜひ長谷川さんからも次のゲストのあいみさんに何かご質問していただけないですかね。別にないですね。あーそうですか、そう伝えておきます。そうです、そうです、あります。はい、なんかあいみさんもちろんカルラ役っていうのもあるんですけど、うん、はい、やっぱりもう初期からずっとエンディングテーマで彩ってくださってるじゃないですか、うん、だからなんか私もレコーディングってそのキャラソンとかでちょこちょこやることはあるんですけど、うん、まだなんかそんなに勝手が分かってないというか、ほうっていうのがあって、だからちょっとあいみさんのなんかレコーディングの時にこれは絶対なんか持ってってますとか、これすごい意識してますみたいな、なんかこだわりみたいのがあったらめちゃくちゃ聞いてみたいなって。なるほど、レコーディングに臨む時の心構えとかこだわり。はい、それをあの関西弁で喋ってほしい。それを関西弁で。え、あゆみちゃんって関西出身なの？あのそう、私 あゆみさんなんかあのご挨拶させていただいたぐらいであまりお話できてなくて、うん、だからちょっとあゆみさんってどんな方なんだろうって思ってウィキペディア見たんですけど、うんうん、あのそう、兵庫かな、で関西出身の方で、うん、特技関西弁って書いてあったから、うん、あそれはそう、私関西弁大好きなんでちょっと関西弁で喋ってほしいなって思いました、うん、おーすげーモリモリだなあいみちゃん。大変なオープニングになりそうだぞ。すいませんあいみさん。でもそうね、やっぱアーティストとしてやってる人たちのレコーディングのなんかこだわりっていうのは俺もちょっと気になるところではあるから。そうめちゃくちゃ気になる。うん、じゃあぜひどんな答えをしたかはあの配信を聞いて確認してみてくださいね。はい、聞きます。おい
そして明日9月4日から順次アニメ現実主義勇者の王国再建記第10話平和楽しむところにあらざるなりが放送配信予定でございます。第10話はアミドニア軍はエルフリーデン王国の城壁都市アルトムラを包囲し会場を要求した。領主ワイストは城内の意見をまとめるのに一両日の時間を求める。一方ソーマはカストール率いる空軍との戦犯を開かざるを得なくなり、うん、はい、前回のサンコーンとのやり取りからいよいよ戦が始まってしまいますが、うんうん、まあ、どうしてもねソーマができるのは考えて動かすことであり実際に戦うのはね、あの金軍たち兵士ではあるのでそこら辺の、まあ、ちょっと心の葛藤だったりとか、うん、そういうのが結構これからは要所に見られるちょっと心に来る、うん、話数が続きますので、うん、ぜひ、エルフリーデン王国の頑張りを見守っていただければと思います。はい、そして原告の公式ツイッターではオンエアに合わせた感想ツイートキャンペーンを実施します。第10話に合わせてハッシュタグ原告アニメハッシュタグ第10話感想とつぶやいた方から抽選で5名様にオリジナルノベルティー内輪をプレゼントします。詳しくは原告の公式ツイッターをご確認ください。アニメ現実主義勇者の王国再建記第10話お楽しみに。さて原告ラジオ第9幕は長谷川郁美さんをゲストにお迎えしてお届けしましたが長谷川さんいかがだったでしょうか。いやめちゃくちゃあっという間に終わった感じがします、うん、なんかあの直前まで、うん、私萌えちゃんいると思ってたからそうなんだよな。そう知らなくってそう、うん、でもちょっとあゆうすけさんと2人かって思ったけど、うん、めちゃくちゃ楽しくおしゃべりできてよかったです。僕も何の心配もなく楽しくおしゃべりさせていただきましたよかった。いやなんかこの前ラジオお願いしますみたいな別の現場で喋った時に、うんうん、なんかどうですかなんか後輩とのラジオみたいな感じで言ったらいや任せとけみたいな感じだったそんなこと楽しみだなって思ったそうだからねほら万が一後輩が体調不良でもちゃんと一人でもやれるんだっていうのをこの2週間で見せつけられた気がさすが先輩、うん、いやでもやっぱゲストが来てくれたおかげで僕もだいぶ話しやすくあったのでそうか本当にむしろ助かりました。ソロだったんですか。そう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 。そうか、うん、まあ、なので、まあ、ちょっと状況はいろいろ大変ですが、まあ、お互いに体調管理気をつけて、はいはい、残りのアニメも頑張っていきたいと思います。お願いします。はい、ということで長谷川さん今回は本当にありがとうございました。ありがとうございました。では現実主義勇者の王国再生記原告ラジオ第9幕はここまでです。お相手は相馬和也役小林雄介とアイーシャ・ウドガルド役長谷川郁美でした。第10幕に続く。来週の原告の時間をお楽しみに。お楽しみに。現実主義勇者の王国再生記原告ラジオ。この番組は原告制作委員会の提供でお送りいたしました。